ペロがキーボード弾いてくれたり、ドラム上手なジャッキーが今回はギターでシャッフル出てくれたりっていう感じで、なんかいろんなパートに挑戦してるのね、いいですね、素敵だと思います。ジャッキーめっちゃ可愛い。編集中もすごい可愛い。
でドラムが変わりましてリナペロになります。実はですね、私とリナペロとメシタが去年の夏合宿のシャッフルも一緒、あ、違う、冬やごめん、去年の、めっちゃ掘るな、やっぱりダメですね、去年の冬のなんかね、合宿の時もシャッフルが同じで、なぜかまた1年越しに同じシャッフルに乗ったんで、あなったんですけどね。カメラに映ってあげた方がいいかもしれない。Thank you.
はい、ちょっと、今はさっきの曲はちょっとねしっとりした曲だったんですけど、もう次がねお昼休憩ということで、次の曲はすごく楽しい曲をやりますので、皆さんで盛り上がって聴いてくれたらなと思います。曲の始めね、ベースのさわちゃんがですね、めっちゃ可愛いんで、ちょっと注目して本当にめちゃめちゃ可愛いから注目して、ほんまに可愛い、マジで見とけよ、見とけよ、ほんまに可愛いからな、マジでマジで可愛い、マジで可愛いから、そんなに可愛いから、いやいやいや、そろそろやめませんかとってもめっちゃ変わるね、困った、いいですか、じゃあ曲いきましょうか。最後の曲さ。